東京ヴェルディを応援して一つでも多く勝って、いいシーズンにしていけたらいいかなと思いますんでよろしくお願いします。まず一つ目に、昨シーズン、ちょっと皆さんに、ご迷惑をかけた部分が個人的に、ありましたので、その点につきましては大変申し訳ありませんでした。今年はですねしっかりと何でもご共にやっていきたいと思いますので皆さん一緒に頑張りましょう。今日2節なんですけど、開幕戦徳島で、残念ながら負けてしまいました。しかし、チームは新しい監督を迎えて新しいことにチャレンジしようとしている最中なので、ある種我慢しなきゃいけない部分もあると思いますし、様子をしっかりと見て、成長をみんなで成長とか変化とかそういうところをみんなで、感じ取りながら、結果ももちろん欲しいんですけど、そういうところも一緒に楽しんでいける、去年より広いシーズンになることはないと願ってるんですけど、そうさせないためにも、もうちょっとここ2節目だけど、今日開幕戦、もう開幕戦忘れるぐらいの気持ちで、今日開幕一発目から行こうぜっていう気持ちでやっていきましょう。
いただいて、ホーム開幕戦絶対勝ちましょう。よろしくお願いします。